長崎サラダは長崎県長崎市の一部の飲食店でメニューとなっている B 級グルメ料理で皿うどんを使ったサラダもしくは麺料理。店によって形態は異なるが一般的にはパリパリに揚げた最面の皿うどんの上に生野菜をのせドレッシングなどをかけるかマヨネーズなどであえた生野菜をのせた料理。中華鍋で野菜や肉などを炒めて あんかけにしたものを乗せるのが一般の皿うどんであるが生の野菜に置き換わっている。ちゃんぽんやトルコライス、サセボバーガーといった一般に定着した B 級グルメや郷土料理と比べるとまだまだ知名度が低いが田植え福長崎市長が自らのホームページで好きな食べ物として公言してから広がり近年認知度が高まっているご当地グルメの一つである。 単品としての提供以外に定食のうちの一品として供される場合もある。遅くとも2006年までには存在している。元は日本赤十字社長崎原爆病院に1階にある食堂で提供していた料理で、これを田上市長が取り上げたことから話題となり、長崎市内の飲食店に広がった。2006年3月には福岡市の丸体が 長崎サラダを家庭で手軽に食べるための極細揚げ麺のみのパリパリサラダ麺を販売開始した。2009年3月にはグリコ栄養食品が米油で揚げた麺のパリパリサラダを発売。この商品にはマヨネーズ風ごまドレッシングが添付されている。2009年9月の第1回九州ご当地グルメグランプリにもノミネートされている。田植え副大辞典 長崎市役所、2011年12月3日閲覧、ありがとうございます。